後志建設事務所で工事長をしてます古谷と申します。本日はよろしくお願いします。くっちゃんと小樽の間に位置する二つ森トンネルは山頂から仁木町を通り赤井川村に至る約 12.6 キロのトンネルで、それを3工区に分割して工事を進めてます。そのうち最も終点型のトンネル延長3255メーターと土工区間47メーターを担当する工区が二つ森トンネル明治工区です。明治高架橋工区は先ほどお見せした二つ森トンネルを知別トンネルに挟まれた延長約1キロの高架橋橋梁工事であり、くっちゃん駅と新小樽駅のちょうど中間に位置している工区です。また鮎の北限である余市川や虹ましや岩名の渓流釣りが盛んな白井川を通過します。高架橋の完成イメージはこのようになります。この区間は最高速度320キロで通過するので約12秒を車窓を楽しむことができます。この地区は豪雪地帯であることから雪害対策として高架橋上の降雪を高架下に落とすために高架橋に開口を開けている開槽式高架橋を採用しています。この航空なんですけど、玉井島地の層ってことで地盤がいいので直接基礎という基礎形式を使っています。さらにですね、ここは河川に近いということで地下水が高いので土留めをして施工しているということになってます。で、玉井島地なので土留めを施工するためにはですね、そこにある硬質クリア工法という特殊な工法を使ってですね、施工を行っています。だったら玉石が入ってると施工できないんですけど、こういう工法を使うことによってなんとか施工できているというところです。で、この余市川っていうのが鮎の北限の川って言われてて、ここまでは鮎が生息しているということで、結構魚がいっぱいいる河川でして、濁水流さないよっていうのはすごく気をつけてます。新幹線工事は特に明かりの高架橋工事は延長が2キロから3キロかなり長い延長の工事がなってきます。で、その長い延長の中に河川であったり国道であったり
水路であったり田んぼであったり、まあ、いろんな環境が違うものがあるんですけど、また市街地に行くと工場であったり住宅地であったり、いろんな生活環境があります。でそういった生活環境に、適応した工夫した工事が、必要になってくるんですが、そうした工事を工夫して やっていくのが、まあ、大変です。はい、東国の方は、余市川と白井川2つのとても綺麗な河川に、またいでの工事となっています。現場の方では濁りを発生させないように、現場で発生した濁水を一時的にプールする鎮差地であったり濾過地であったりというものを各ところに設置して、直接濁水を出さないよう、留意して工事の方を行っております。はい、都工事はですね、周辺環境にしっかり配慮して、工事の方をしっかり進めていきたいと思います。特に協力していただいている赤井川村の方々に迷惑かけないよう、工事の方もしっかり進めていきますのでよろしくお願いします。今後についてはですね、自住者と機構で協力しながらですね、皆様に喜んでいただけるような構造物を作っていきたいと思います。工事に進めにあたってはですね、安全に留意しながらですね、地域の環境を守りつつですね、着実に工事を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。